まして、この3月に日本から新しくブラジルに着いた塩井斎藤氏からの講話です。悟り、我仏を選ぶに、実行の主を死心心理をして、我が国に正殿と置いて、内視十年せん。もし正殿とは、正殿と同じ。ただ、五百と飛行正殿の方は、たどる。と、たまごきました。この度、日本から派遣されてきました塩井信明と申します。今月の16日に妻と娘と一緒にこの国に入国しました。ポルトガル語はまだ勉強中で、あまり話すことはできませんが、一日でも早くポルトガル語でご講話させていただけるように努力するつもりです。私がこの南米に来たのは今回で3回目です。11年前と6年前にも寄せていただきました。6年前に来させていただいた時にはブラジル各地のお寺をお参りさせていただき、このブラジルで浄土真宗の寺院が活動している様子を見学させていただきました。日本と違うようで同じところは全く同じ、そんなブラジルのお寺の様子を見せていただいて、自分もこの地で開教に携わってみたいとそう思いました。それから日本に帰りまして、改めて真宗の御教えを学ぶとともに、開教士の研修を受けて資格をいただきました。それからすぐに出発と思っていたんですけれど、実家の父が亡くなったことやコロナウイルスの広がりもありまして、時期が大幅に延期となってしまいました。この度派遣されることになりまして、3回目のワクチンも受けさせていただいて飛ぼうということになりました。日本で長い間足止めをされていた分、
ブラジルに着いた時にはとても感慨深いものがありました。やっとたどり着いたこのブラジルで、これから先人たちの後を訪ねながら、お念仏を持つ生活を送らせていただきながら、開教師の役目を果たしていきたいと思っております。今日はお彼岸のご縁であります。お彼岸には太陽が、夕日が真西に沈むそうです。方位磁石を持ってお彼岸の夕日を眺めたことはないんですけれど、そういう日だそうです。西の方に沈む夕日を眺め、西の彼方にあると言われているお浄土の方、それがお彼岸。ではそのお浄土とはどんなところなんでしょうか。浄土真宗を開いてくださった親鸞聖人は、お浄土は阿弥陀様の願いが完成して作られた世界であるとお示しくださいました。阿弥陀様の願い、それはいつでもどこでもあなたにお念仏を届けて、お浄土へと導き、そして仏と話せたい、そういう願いです。そして完成したのがお浄土という世界です。そのお浄土から私たちにお念仏が届いてくださいます。なぜ阿弥陀様はお浄土をお作りになり、私たちにお念仏を届けてくださったんでしょうか。そこには救われなければいつまでも迷い続ける私たちの姿があります。先々週ブラジルに到着した私たち家族は、その翌日にスーパーマーケットに連れて行っていただきました。スーパーにはたくさんの果物が並んでいました。スイカやマンゴー、キウイ、パイナップル、日本では見られないような珍しい果物もありました。どれも安くて、買って帰って食べたらとても美味しかったです。長い間飛行機に乗っていて疲れた体が喜んでいるのが分かりました。私にとっては安くて美味しいブラジルの果物ですが、ブラジルにお住まいの方にとってみてはどうでしょうか。その値段も味も、日本から来たばかりの私ほどには格別安いとも、素晴らしく美味しいとも思われないかもしれません。価値観というのは一人一人違います。国の違いだけでなく、近しい家族であっても一人一人見えている世界は違います。違っているからぶつかることもあります。望む望まないにかかわらず、価値観の違いから傷つけ合ってしまう、それが私たちの迷っている姿であります。その迷い続ける私たちに向けて、お浄土をご用意くださり
初年度をこうさせていただき、